私は必ずや乱世をすべて見せる。そのためには君の力が必要だ。承知した。我が真偽にかけてあなたを支えましょう。風紀は望まぬが、乱を収めるため俺も立たねばならんか。世の乱れを正すことこそ武門の務め。お前にも力を振るってもらうぞ。もちろんです。この周黄金、あなたの刃としてお使いください。立派なものだな。この太子市議、いずれあのように身を立ててみせる。正々堂々戦い、この乱世に決着をつける。お前も共にやってくれるな。分かっている。この孫文代、乱世終わるその時までお前の牙となろう。この乱世こそ我が最地を示す好機。さあ行くとしよう。我こそは周黄金、この乱世を制してみせよう。君と私の絆、金をも立てるものだ。義兄弟となること心から嬉しく思う。行こうぜ。俺たち二人へ、この地から天下の果てまで。お前と義兄弟になればもっと楽しくなるな。これからも頼むぜ。ああ、この地に誓おう。我ら終生を共に進まんと。
俺としたことが、後のことはお前に頼んだぜ。何を言う、気をしっかり持て。しませてしまってすまない。最後に君の顔を見せてくれ。大したことはねえ、しっかりしろ。ぐっぐっ。私と妻、どちらに似るであろうな。ありがたい。なんと凛々しい人だ。思わず見とれてしまった。修練は十分だな。これも君たちの指導あってのものだろう。身に余るお言葉、今後一層精進いたします。この戦乱の世でなお清らかに咲く花、私はついにそれを見つけた。君よ、どうかこの周黄金のもとへ来てほしい。
ずっとずっと大好きだからね。君と私、二人で美しい調べのような時を紡いでいこう。私の元へ来てくれたこと感謝する。君を必ず幸せにしてみせよう。なんだか照れちゃうな。でもとっても幸せ。帝位を望んだわけではないが、こうなった以上やらねばな。民の暮らしが豊かであるか、これこそ我らの勝利が近いという証だ。おお、これは贅沢な。さあ、今宵は心ゆくまで楽しんでくれ。お客様。
道を踏み外し悪に染まるか。だがこの週後期振り返りはせん。我が陣営に来るのだ。その武勇使いどころがある。俺を切らねえのかよ。言いたいことは分かったぜ。気に入ったぜ。お前俺たちの仲間にならねえか。天は私にこのような宿命を与えるか。こうして兄上と出陣できること、私にとって無上の喜びだ。ああ、お前がいりゃ負ける気がしねえ。思いっきり楽しもうぜ。兄貴と一緒かよ。この戦いつも以上に楽しめそうだな。あ、そうだな。この戦私たちの力で勝利をつかみ取るのだ。